この動画を見ている君たち、私からの3つの願いを聞いてくれ。一つはテレビ、パソコン、またはケーブル、インターネットにつないでいるテレビを見ているみんな、部屋を明るくして、テレビ、あるいはパソコンに離れて見てくれ。スマホ、タブレットを見ている君、後ろの壁を使って、スマホとタブレットを置くか、スタンドを使って立てさせるか、みんなが見やすいような環境にしなさい。一も参考にして、そんな風に見なさい。そして、仕事もせずに、YouTube で稼いでる YouTuber は、なるべく仕事をしなさい。バイトも、パートもいいから、とりあえず外で働きなさい。では、私のお願いを全部聞いたら、動画を楽しく見よう。戦え、ヘッドマスター。戦え、ヘッドマスター。どうも、バタです。動画を見ている皆さん、こんばんは。ガングレビュアーの YouTuber のみんなは、ほとんどコンセレのファイズドライバーとかいろんなもん、バンダイモンとかさ、レビューし始めたんだけども僕は、タカラトミー中心にやりたいもんで、ファイズギアないけども、これを、レビューしたいと思います。おっと、逆だ。トランスフォーマーレジェンズ。フォートレスマキシマス。のレビューです。うわ。これ、でかいな。これ、今日なんだけども、開封編で、2つか3つ分けていきたいと思います。今日は開封と、この、フォートレス司令官のレビューしていきたいと思います。これが、フォートレスマキシマスの、箱です。これね、これ僕の、いつもレビューしている、ところでやっている机の大きさよりでかいです。じゃあ箱のデカさ、こんな風になっています。今日は、このマキシマス司令官もレビューしていきたいと思いますね。まずこれを上にして、で、これが、フォートレスマキシマスの大きさで、これが、戦艦モードと、これヘッドマスター。ヘッドマスターなんだけど、日本のアニメの、ザ・ヘッドマスターズでは、ダブルヘッドマスターズをやってました。でも、海外のザ・ディバースで言うと、これが、スパイクが、装着した、強化服を着て、それで、ヘッドオンします。まあ、ね、ザ・ヘッドマスターズでは、トランスフォーマーの日本のオリジナルのアニメです。まあ、いわゆるこれは、アニメはいいんだけども、もう、海外のザ・ディバースにも出ていて、トラン、日本のザ・ヘッドマスターズの司令官でもありました。まあ、これは、和製の司令官ではないな。余白シュート。ちなみにこれが要塞モードなんですけども、まあ、要塞は形が違っとるけどね。ヘッドマス。まあ、海外では、誰かが、この強化服を着てヘッドオンして、まあ、ザ・ヘッドマスターズの時は、このままもうロボットになっとるもんで、このままヘッドオンができます。まあ、フォートレスがダブルヘッドオン、していますね。そして、後ろが、こんな風で、なんと巨大、大きいね、これ。これ、フォートレスマキシマスです。上の箱を見ると、トランスフォーマーレジェンズのフォートレスマキシマスが書いています。これがダブルヘッドオン。これがヘッドマスターズになっとって、これフォートレス司令官。そして、フォートレスマキシマスがヘッドオンをやっていました。一番下が、こんな風です。まあ、後ろの箱、以前のレジェンズの後ろの箱みたいに、こんな風に書いてますね。もちろん、これ、レジェンズの読める説明書とかさ、こんなのがまあ、相変わらずあります。こんな機能、こんなもんもありましたね。フォートレスでヘッドマスター。まあ、これは警告と注意事項です。これ見てください。なんと対象年齢が5歳以上です。まあ、なんか15歳以上の方がモテれんと思うけどな。トランスフォーマーレジェンズのフォートレスマキシマスは、もともとは、ハズブロで発売した、タイタンズ・ディタンズシリーズの、フォートレス・マキシマスの、金型を、ほとんど使っています。まあ、ほとんどっていうよりも、もう、ここだけが、新規造形になっています。フォートレス司令官の、この顔だけは。まあ、タイタンズ・ディタンズだと、ゴーグルで、しかも、口がない、マスクしているのになっています。そして、確かボットコン限定版のフォートレスマキシマスについとった、このマスターソードもうついていました。もし、日本でもマスターソードがついてなかったら、僕さ、これ、マスターソードも買おうと思いました。非正規のアップグレード版のやつなんだけどもね。なんと、海外でも変わってないけども、もうフォートレス司令官の、今はなんと、ライト&サウンド内蔵です。しかも新ボイスが収録しています。まあ、声優さんのやつなんだけども。あ、そう、言い忘れたけども、これ、海外のザ・ディバースでは、こいつはセルブロスって言いました。そんじゃあ、開封してきますよ。じゃあ、もう、これもう、テープを取りましたもんで、ちょっと確認のため、最初は開封しました。そんじゃあ、倒して、開封していきます。それで、パカッと開けて、で、あ、ちょっと上に逆だ。よっ、こいしょ。と、そんじゃあ、よっ。こんな風になっています。まあ、フォートレス司令官は、フォートレスマキシマスは、まあ実は中に、この奥に入っとるのが、透明のブリッサーになっています。これが、ヘッドマスターズが袋に入っとって、で、フォートレス、長官の体が、透明な紐に縛られていますね。まあ、こんなすごいな、でも。ほんとすごいです。ね。ちょっと取り出してみる。うわぁ、すげえな。あ、これ触ると、これ紙の紐になっています。わぁ、まあ、これ大きいもんで、透明なやつないか。そんじゃあ、これ一旦全部取り出しましょう。今日は、フォートレスのレビューをしていきたいと思います。あ、そうそう。言い忘れた。これが、日本限定じゃないけども、ちゃんとこっちにマスターソードがついています。あと、説明書。あと、こんなにシールがついています。トランスフォーマー、レジェンズのフォートレスマキシマスの、銀のシールです。裏には、説明書がついています。入っています。それじゃあ、説明書を見ると、総司令官、フォートレスマキシマス。フォートレスマキシマスの叫びは、フォートレス自身の魂の叫びだって書いてますね。まあ、テックスペックはこんな風になってます。うわ、よほど高いな。なんと、漫画が、6ページ以上、6ページもありますね。すごいな、これ。司令官マスターソード司令官あ、コントロール装置が。メトロフレックスはお前たちの会社のものだが、いずれ取り返す。だが、もしその間に今回のようことをしたら、次は正義の刃でお前を貫くっていうことでね。まあ、この説明書も、うわ、こんなに大きいっすよ。あー、これシールの貼り方ですよ、これ。まあ、今日は、フォートレスのレビューをしていきたいと思います。まあ、今日レビューするのが、フォートレス司令官だもんで、で、一応これだけ取り外しました。これが、ライト&サウンドのギミックが入ってますのでね、一応電池と、これが電池別売りになっていますのでね、まあ一応単用電池ですので、これ2本のやつ買ってきてくださいね。まあこれ4本入りやけども。これ電池を開けるときに、電池ボックスを開けるときに、精密ドライバーが必要です。プラスの方の。そんじゃあ開けていきたいと思います。さあ、開き方が、ここです。そんじゃあ、精密ドライバーを使って、電池ボックスを開けていきます。回して。これ取り出せる。ああ、取り外せねえな。ちょっと取りよ。ん？あ、まずこれを開いて、取り出せれるか。あ、まだ取り出せるんか。ちょっと小さい方でやるか。あれ、おっと、よし、来た。そんじゃあこれが、単4電池を入れるところになっています。そんじゃあ次に単4電池を2本入れます。よっ。よっと。よし。まずここが、プラスの方を下にして入れて、おっと、変に入れちゃった。よっ。上にも入れます。はい、これで完了で、最後に締めます。よし。これで、ね。そんじゃあ、行くぞ。これが、まあ、海外で言うと、これスパイクになっています。まあ、スパイクは大人のスパイクが、大人のスパイクです、これ。うん。大人のスパイクが、この服を着て、ヘッドオンします。ね。ヘッドオン！ででででで、あ、倒れた。あのヘッドオンの仕方は、まあ、以前よりも同じなんだけども、ここは足を畳みますね。はい、これで完成。まあ、だけども、オタファさんが言ったけども、ここを、もう、ここの顔も、もう、向ければ良くなるって言ってましたね。次に、あのヘッドオン。それじゃあ、つけましょう。うわ、すげえすげえ声出したぞうわザ・ヘッドマスターズでの、フォートレス司令官の声が、沢木郁也さんです。沢木郁也さんって言うと、機動戦士ガンダム MS イーグルに出とったのもそうだし、ガードインブラック黒の契約者の、マオ、猫みたいな、猫の体を持っとる人でもあります。まあ、低くても、もう滑らかな声しとるもんでな。じゃあもう一度押すよ。ビッグモードトランスフォーム。うわぁ、すごいな。もう一度押してみよう。私はサイバトロンの総司令官だ。おぉおぉこれはザ・ヘッドマスターズのオープニング。ヘッドン。おー、これいいなぁ。うわぁ。じゃあ、これ可動範囲見てみましょう。まずは、顔はこんな風にこんな風に動かして、できて、腰が、動かんな。変形のことであってね。腕が、180度回せて、いや、腕じゃなくて、肩だった。肩が180度回せて、腕が、こんな風に曲げれるし、肩が、ここのところが、こんな風にまで上げれて、で、あと、回せるか。ちょっと干渉しちゃって、あんまし回せれませんね。足が、太ももが、ここが曲げれて、曲げれるけれども、もう、この足が、ここまで曲げれます。まあ、変形のことがあって、ここが、左右曲がります。これが、これ、ヒンジになっています。顔に変形の恩恵のことがあってね。まあ、ほとんどが、ボールジョイントが使ってませんね。じゃあ次が、フォートレスマキシマスの、顔の変形をやります。じゃあ、いきますよ。フォートレビッグモードトランスフォーム顔に変形をします。まずは、これの腕をこんな風に曲げて、腕が、ここまでやります。後ろを回して、次に足かかとを畳んで、足も畳みます。ここの、濃い紺色のところを開いて、、足のところをもう畳みます。ここの穴と、ここのジョイントを、くっつけます。そして実は、逆さにして、実は、これも、もう、音声が鳴ります。おぉ！これ変形するときの、音声ですね。うわぁ。ドゥ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 ってなっとるな。すげえな、これ。うん。もうこれ、マスターソードが持てれますね。あ、こっちにボールジョイントがあった。あ、間違えた。僕。まあ。これ、モッサ、フォートレス司令官用のマスターソードですね、これ。まあ、これ、持ち方まずとりあえず外して、持ち方手がこんな風になっとって、実はというと、こんな風になっています。ですのでね。で、持ち方ここと、一旦ここを、ちょっと合わせて、で、入れて、回していく。まあ、こんな風に持たせれますね。ブシッ、バシッて。まあ、このフォートレスの時は、ボイジャークラスになっています。ちょっとさ、最後に、フォートレスの声全部、流していきます。ヘッドオン！行くぞ！感情に走り、状況判断を書く者に、指揮官の資格はない。ガルバトロン、そううまくことが運ぶかな？やれば必ずできる。途中で投げ出すことは敗北だ。ビッグモードトランスフォーム。私がフォートレスです。私はサイバトロンの総司令官だ。そんじゃあ、今日のフォートレスマキシマスのフォートレスのレビューはいかがだったでしょうか。まあ、今日すごいよな、これ。まあね、これ、ここを押せば音が鳴ったり、これを上げれば、変身音の音も鳴ります。まあ、やっぱ、すげえな。これ。フォートレスの値段がすごいですよ。なんと2万以上します。まあ、すっごいいい誕生日プレゼントもらったな。買ったなぁ。っていうか、まあ、今日が僕の誕生日なんですけどね。まあ、誕生日のことは次の動画のバタの日記で出します。まあ、今日フォートレスマキシマス、昨日買ったもんでね。まあ、それ気になったもんで、これ買っちゃったんだけどもな。まあ、昨日さ、昨日のトランスフォーマーで、大型アイテムが2つつ発売しました。一つは、僕がレビューした、フォートレスマキシマスと、もう一つが、マスターピースの、ビーストコンボイが発売しました。まあ、だけども、ビーストコンボイのマスターピースが、店ではなかったもんでね、まあ、これ1個買いましたけどな、まあ、だけども他にも、もう小さいやつがありました。だけどもね。まあ、じゃあ、今日の、もしよければ、チャンネル登録や、高評価をお願いします。まあ、今後、もう、高富系の玩具や、他にも、妖怪ウォッチや、スーパー戦隊とかもう、レビューしていきたいと思います。そんじゃあ、次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。